茨城県道335号大砲停車場線、下妻市大砲、起点付近茨城県道335号大砲停車場線は、茨城県下妻市にある、関東鉄道上層線、大砲駅と接続する県道である。1959年10月14日、新たな県道として、下妻市大技、大砲の大砲停車場を起点とし、 県道下立取出線交点を終点とする区間を本路線とする県道大砲停車場線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号335となり現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第6351号、ピアニッシモ、56、ABCDE、ズイバ県道路現協調書平成26年4月1日現在、ズイバ県法、第1087号大正12年4月16日、ズイバ県国時第194号より、県道路線認定茨城県法、 5月10月14日より道路の区域決定、茨城県法、5月10月14日より、県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82。ありがとうございます。